島労働弁護団の事務局長の藤井です。アピール案を読み上げさせていただきます。本日広島労働弁護団の呼びかけにより、広島県下の労働者労働組合をはじめとする数多くの市民が、労働法制の破壊は許されないとの一致点で結集をした。現在政府は人間を物のように扱い、細切れに雇用をさらに自由化しようとする派遣法改正案や解雇規制の緩和策、今なお増大しているただ働きをさらに悪化させる労働時間規制の一部撤廃などを企てている。これは失業、不安定雇用、ワーキングプア、過重労働に苦しむ人々をますます増大させるものであり、絶対に実現されてはならない。今この国に求められている最重要大課題は、この集会で述べられた市民労働者の声を真摯に受け止めて、現在国会に提出中の派遣法改正案を速やかに撤回するとともに、働く人々のすべてが人間らしい労働と暮らしを享受できる社会を実現することである。政府はこのことを直視して労働条件の改善に尽くすべきである。今集会に集まった私たちは、すべての労働者の地位の安定と向上のための労働法制を実現すべく、今後とも党派を超えて一致協力した上、共同して行動することをここに表明する。2014年5月16日、ストップ労働法制破壊広島共同集会参加者一同、以上です。それでは、改めてなんですけれども、今読み上げられた本集会でのアピール案により、皆様、拍手を持ってご承認いただけますでしょうか。ありがとうございます。皆さんの拍手によってアピール案は採択されました。本集会のアピールは後ほど安倍内閣総理大臣、田村厚生労働大臣宛に執行させていただきます。それでは、引き続き労働法制改悪阻止に向けた行動提起を行いたいと思います。行動提起は先ほどに引き続いて広島労働弁護団の事務局藤井豊弁護士が行います。それでは藤井弁護士、よろしくお願いいたします。はい。引き続き行動提起をさせていただきたいと思います。今日 の高木弁護士のお話にもありましたけれども、派遣法の改悪問題につきましては、今まさに今日から明日から明後日も勝負どころを迎えているというような状況であります。それからこれも高木弁護士の話の中にたくさん出てきましたけれども、労働法制を破壊するさまざまな企てが準備されている、これにどう立ち向かって潰していくか、こういうことでありますけれども、今日意見をいただいた方々の発言の内容を聞きまして、大変勇気が湧いてくるような内容でありました。どうやって労働者の声を大きくしていくか、市民の力によって今の政治情勢の中で労働法制の破壊をストップするかということでありますけれども、これもお話出てきましたけれども、今日のような集会をたくさんやったり、あるいはもっと各論的にですね、超横断的に話がありましたけれども、個々の問題についてもう少し小規模に各論的な学習会をやったり、あるいはでもやってもいいかも分かりません。ただいずれにしてもですね、これらは個別にやっていたので、やっぱり大きな力にはならないと思いますし、それから党派を超えて、一致団結して、そうした集会ですとかデモを重ねていくということで、市民の皆さんにも説得力が増していくんじゃないか、こういうふうに考える次第であります。で、具体的な今後の行動案ですけれども、今日お配りしている資料の中に、参加要請というような一枚ものの紙があります。どうやって、知恵を出し合って、そしてどうやって一緒に汗を流していくかということでありますけれども、連絡会的なもの、勝さんのお話にもありましたけれども、連絡会的なものを組織としまして、
広島合同弁護団の方が呼びかけるという形で、いろいろな取り組みをしていってはどうかというふうに思っております。もちろんアイデア、知恵を出し合うについては、この連絡会に参加していただいたところ、あるいは方々からですね、知恵を出し合って、準備会的なものもやりながらですね、進めていくということになりますけれども、広島労働弁護団の方が、情報センターではありませんけれども、発信するような形で、行動を呼びかけて、集会なり学習会なりこういったものを重ねていければというふうに思っておりますので、ぜひともですね、この参加要請書にですね、記載をしていただいて、連絡先書いてありますけれども、ここにファックスをしていただく で、できればちょっと準備会的なところに参加していただける方もですね、一緒に記載していただければと思うんですけれども、ぜひともご参今のような趣旨でご参加をよろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。